NJ, NY, ゴッサム FC はアメリカ合衆国ニュージャージー州ハリソン市を本拠地とするプロフェッショナルの女子サッカークラブであるナショナルウィメンズサッカーリーグ所属サマセット軍を活動本拠地とし長期的計画に則っ,った育成のための機会を与えサッカー選手を幼年時から育成する総合プログラムを運営しているラージャースカイ ブルーサッカーオーガニゼーションの一部門でもある。2021年にスカイブルー FC から名称が変更された。スカイブルー FC は2008年5月5日、初代ヘッドコーチのイアン・ソーヤーズによって命名された。しかし、ニューヨーク、ニュージャージーにおけるリーグ参入予定クラブとしてのお披露目は同年9月9日に初めて行われることとなった。その1週間後、 ヘザー・オライリー・ナター社会クリスティラン・ポーンのアメリカ代表の3選手の割り当てが発表された。9月24日、WPS の国際ドラフトが開催され、スカイブルー FC は、オーストラリア代表のサラ・オルシュを1巡目に、ブラジル代表のホザナとエステルを2、3巡目に、カナダ代表のケリー・パーカーを4巡目に指名した。またドラフトでの指名に加え、 オーストラリア代表のコレット・マッカラムと、イングランド代表のアニーター・サンテを、9月26日、及び10月2日に指名し、交渉権を獲得した。10月6日には、一般ドラフトが開催され、スカイブルー FC は、コリーア・アレグザンダー・キーリー・ダウリング、キャッシー・ホワイト・ジェニー・ハモンドの4選手を指名した。ソーヤーズは12月3日、アシスタントコーチに、 ケリー・リンゼーが就任することを発表し、それが2008年における締めくくりの仕事となった。2009年という新しい年に新たな選手がスカイブルー FC に加わった。1月16日に新卒選手、一般ドラフト対象外選手向けドラフトが開催され、ヤエル・エイバーバック、ミーガン・シューナー、カレン・ビーズリー、クリスティ・シェイナー、ジュリアン・シッチ、 ジェンバチュコースキ、チョウカゲ、メアリー・テレーズ・マクドネル・メール・フレンチ・ファンタ・クーパーの10、選手を指名した。2月に行われた、トライアウト合各社も加え、プレシーズンマッチ向けの登録選手一覧を発表した。2009年4月5日、スカイブルー FC は、開幕説を、ニュージャージー州ブリッジウォーター所在のホームスタジアム、TD バンク・ボールパークで迎えた。 対戦相手は、ロサンゼルスソル、試合は0から2で敗北した。5月31日に行われた第8節以降、ホームゲームは、ラトガース大学キャンパス内に所在する、ヤーカックフィールドで開催されるようになった。セントルイスアスレティカ戦の様子開幕からの6試合は、調子が振るわず、スカイブルー FC は1勝2敗2分という成績で、 しかも通算で3得点という状態であった。クラブは5月28日、ソーヤーズをヘッドコーチ兼、ジェネラルマネージャーの職から解任した。ソーヤーズが抜けた穴は、ケリー・リンゼーがヘッドコーチ代行を務めることによって補われた。リンゼーはヘッドコーチ在任中、5勝3分という成績を上げ、チームは調子を取り戻しつつあった。 リンゼイが指揮を取った期間は短期間に終わった。2009年7月30日に彼女は突如コーチを辞任。二人目のヘッドコーチ代行に指名されたのは同クラブの首相であるクリスティ・ランポーンだった。ランポーンはヘッドコーチ代行就任後も引き続き選手として試合に出場、WPS 初のプレイングマネージャーともなった。最終的に スカイブルー FC は、レギュラーシーズンを4位の成績で終え、プレイオフ出場権を獲得した。プレイオフ初戦は2009年8月15日、メリーランド州、ジャーマンタウン所在のメリーランドサッカープレックスにて行われ、スカイブルー FC は、ワシントンフリーダムと対戦した。試合は55分に、ナター社会、85分に、 フランシエリが得点を挙げて2から1で勝利した。8月19日にミズーリ州フェントンのアンブッシュセンターで行われた準決勝ではキーリー・ダウリングの得点が決勝点となり1から0で勝利し、チームは決勝戦に駒を進めた。8月22日、カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターにて行われた決勝戦にてスカイブルー FC は レギュラーシーズン1位のロサンゼルスソルと対戦した。前半16分、キーリー・ダウリングが右サイドからクロスを上げ、ナター社会がゴール正面に落としたボールをヘザー・オライリーがシュート、これが先制点となった。オライリーのこの得点はそのまま決勝点となり、スカイブルー FC は初代 WPS チャンピオンとなった。 2009年8月30日に2009年度 WPS 表彰式が開催され、クリスティラン・ポーンが年間最優秀スポーツウーマン賞を受賞した。2010年度より新規参入のアトランタビートとフィラデルフィア・インディペンデンスの2クラブに拡張ドラフトで初年度より参加している7クラブの選手を指名獲得する権利が与えられた。 9月15日に行われた拡張ドラフトにおいて、ジェンバチュコースキがフィラデルフィアに、ノエル・ケゼリカがアトランタに指名され、両者は移籍のためスカイブルー FC を退団した。9月29日、元フィンランド代表であったパウリーナ・ミエッティネンが、現在監督を務める PK-35 番ター、チームでの契約終了後の2010年度より、 ヘッドコーチに就任することが発表された。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ラウラエ・ステルベルグ・カルマリ2021年11月7日現在。ありがとうございます。